ムサシデン2ブレードマスターは2005年7月7日にスクウェアエニックスより発売されたプレイステーション2用アクション RPG ゲームソフトブレイブフェンサームサシデン以来7年ぶりのムサシデンシリーズ第2弾作品となったしかし前作との話の関係性はほとんどなくストーリーとしては独立しており主人公の名前も前作と同じ 武蔵だが同一人物ではない。また、前作の主人公、武蔵は、日本に実在した、剣客宮本武蔵との関係性は明言されなかったが、今作の主人公、武蔵は、後に、日本で最も有名な侍、宮本武蔵になる、少年剣士という設定がなされている。日本市場に先駆けて2005年3月15日に、武蔵侍レジェンドとして、北米にて、 先行発売された。キャラクターデザインは前作に引き続き野村哲也が担当している。前作では野村はメインキャラクターのみのデザインだったが、今作ではメインサブキャラクター、敵キャラクター、舞台背景設定など、ほとんどのデザインを担当している。キャラクターをアメコミ風にはっきりと描き、背景を日本のアニメに見られる淡い色使いで描く、同社が 漫画シェーディングと呼ぶトゥーンレンダリング技術を採用している。また、オープニングのアニメーションムービーは、ガイナックス、金田以降が担当した。音楽は、浜渦正ズと、中野純也。時は、マムシ世紀。マムシ機関の発明により絶大な権力を得た、武装勢力、ガンドレイク社。その狩猟ガンドレイクは、この世界のすべてのエネルギーの源、マムシ石の力を独占し、 世界を牛二郎と企んでいた。一方、真珠と共に暮らす民、ミスティックの姫君は、ガンドレークの企みから人々を救おうと、究極魔法、英雄召喚を執行する。英雄召喚によってこの世界に召喚されたのは、少年剣士、武蔵だった。しかし、武蔵を召喚した姫はすでにガンドレークの手に落ちており、武蔵が元の世界に戻るには、 彼女を助けなければいけなかった。武蔵は元の世界に戻るため、姫を救出し、ガンドレークに立ち向かうことを決心する。本作には、イージーモード、ノーマルモード、ハードモードが存在し、さらに一度クリアしての二周目も存在する。モードによる違いは、敵の攻撃力や一度に出現する敵の数など、そして二周目のプレイでは一周目ではできなかった。 いくつかのサブイベントやアイテムが入手できる。武蔵は通常時に2本の刀と剣及びアクセサリーを装備して戦い、必要に応じて必殺技と見切り技というものを使って戦闘を展開していく。刀は金手毛。小ぶりで連続攻撃ができる反面攻撃力が低く、何度も敵にヒットさせなければ倒せないが、火事の元というアイテムで鍛えることができ。 攻撃力が上昇する。剣は、大振りで一撃あたりの攻撃力が高く、各種五輪剣の非王には対応した剣を装備する、ことで発動できる反面素早さに乏しく、振りかぶって当てるまでが遅いのでその間に攻撃される、ことも多い。また、R1 ボタンにて、ガード状態となり、一定の敵の攻撃を受け止めて防御できる。アクセサリーは、 戦闘に直接関係はないが装備することで様々な効果を得ることができ、攻撃力が上がったり、一定の攻撃に耐性を持ったりする。五輪剣は地、水、火、風、空の剣がありそれぞれのボスが俊護し、手に入れてから対応する巫女に、その封印を解いてもらうことで、批扶と呼ばれる、本来の力を得る。それぞれに別個の批扶が存在する。批扶は、 基本的に攻撃性能があるが、非用には主に仕掛けを解いたり道を切り開くために利用することが多く、これは前作ブレイブフェンサームサシデンと通じるものがある。敵の使う攻撃をロックオン状態で見切って自分のものにするという技で、前作のゲットイン技とは異なり一度見切った技はリスト化されてその後いつでも使えるようになる。多くは、 攻撃性能を持った技が中心だが、無敵、回転受けなどの防御性能を持った技や、攻撃力アップなどの補助的な技、ジャグリングなどのイベントで使う技など多岐にわたる。敵を見切るには、武蔵の眼力がある、程度必要となり、ロックオンして、画面左の眼力ゲージが満タンになると見切れる状態になる。その状態で見切れる技を受ける瞬間にボタンを押し、 指定されたコマンドを正しく入力すると見切りが成功する。敵の強さによっては絶対に見切れない場合もあり、この見切り動作中は武蔵は相手に全神経を集中している状態なので他の行動はできなくなる。アイテムは消費アイテム、市販アイテム、キーアイテム、伝説のブグ及びアクセサリー、その他ガラクタや鑑定、収集品に分類される。 武蔵の召喚された真珠の村の住民はその大半がガンドレック社の手の者のに各地のカプセルに遊兵されている。これらを救助していくのも武蔵の役目となり、救助すると村に新たな施設ができたり村人からの情報収集ができるようになる。このカプセルは県でなければ破壊できない。巫女も同様にして連れ去られたり遊兵されたりしているが、 巫女の場合は何らかの事故が原因で必ず気絶した状態で武蔵がお姫様抱っこをして連れて帰るシチュエーションとなりその際に武蔵は抱っこ状態になるこの状態では武蔵は通常の見切り技などは発動できないが抱っこ中の見つかうことのできる特別な攻撃や防御姿勢が可能となる武蔵には HP、力、眼力、運といった6種類のパラメータがある 武蔵がレベルアップに到達する経験値を取得すると37ポイント前後のポイントが加算され、それをメニュー画面でプレイヤーが任意のパラメータに割り振ることでレベルアップとなる。任意に振り分ける他強化したいポイントを指示して自動で振り分けてもらうことも可能。さらにプレイヤーが割り振らずにそのままにすることも可能で、その場合次のレベルアップ経験値に到達すると、 連続してレベルアップさせることも可能。武蔵には称号というものが自動で設定され、どの称号になるかは現時点での武蔵の状態やクリアしたイベントに準拠する。称号は〇〇のというようにに分割されており、前半部分は主にクリアしたイベントサブストーリーに影響され、後半部分は武蔵のステータスやレベルに影響される。これらの称号は、 ステータス画面で確認できるほか、セーブデータに記入される。大空を泳ぐ、真珠、白芸の頭部に存在する村。ミスティックという種族の人たちが住んでいる。姫と巫女たちその他の民たちマムシ機関を発明し、圧倒的な権力を手に入れた巨大企業。ガンドレーク五人衆ガンドレーク社の幹部五人の総称。ゲームの進行に直接関係しない、サブイベント。 対応するキャラと会話したり情報を聞いていると体験できることが多く、ほぼ全てのサブストーリーでは報酬としてアイテムやホロカードを手に入れることができる。称号に影響が出る場合もある。ストーリーが進むと消滅するイベントばかりであり、真珠の村内部でのみ発生し終了するものからダンジョンに足を運ぶものまで様々である。ボスモンスターなどと戦うことができる施設。 登場するのはストーリー中で戦闘するボスモンスターが主だが制限時間が存在するために難易度は飛躍的にアップしている。ボス以外にも風のみこまきとの戦闘や100人切り、連続ボス戦など面白いものが多く、単純に該当するボス戦になれるために利用もできる。商品として手に入るのは特殊なアイテムやホロカード、ジュールで、 二回目に勝利した時には別のものがもらえる。姫、巫女は、チーズの名前、ガンドレーク社の幹部たちは、ワインの名前から付けられている。本作発売前に配信された、携帯専用アクション RPG。NTT ドコモのホーマ 900i、901i シリーズで、プレイが可能で、方向キーと決定ボタンのみ、仕様のミニゲーム。武蔵の旅立ち前に行われた、 7日間の野良式荒行の様子が描かれているストーリーモード、好きな敵と対戦ミニゲームのみが楽しめるトレーニングモード、記録を残して好成績を狙うチャレンジモードの3モードが搭載されており、対戦では大元となる武蔵伝2でも行う見切りや反撃といった戦闘システムも存在。ありがとうございます。